ここはどこだまた場所が変わったみたい。うん。うんああ、そうか。気まずいまんまなのか。まあ、なんじゃ。我が思うのもなんじゃが、ちと思ったことを口に出してもいいか。どうしたの空気が重ついて居心地が最悪なのじゃ。こんなんじゃなくて息もしにくくて叶わんぞ。まあ、そうだな。ピ、ピース。 ちょっと空気の読めないトカゲだよね。まあ、その、ごめん。謝る相手は悪いかそれは、こんな悪いに言われても、大して心ここに響かんかもしれんが、お前ら二人、一度頭を冷やしてきたらどうじゃ。こんな、鉛みたいな重い囲気をこの先進するの、不安しかないのじゃ。というか、はっきり言って喧嘩なんてしてる場合じゃないのじゃ。そうだね。 この館を例出たいのであろう冷静になるべきではないかほれ、お集い向きに部屋が二手に分かれておる。頭冷やし方だや、分かれて探索してきたらどうじゃ周辺に悪魔の気配もないし、我はここで霊イと窓、レームでも食べながら待つのじゃ。まあどうするか、おうちじゃ二人で決めよ。いいこと言うね、ピース。はぁ、あ。俺こっち。僕はこっちを。 うむうむ。では二人とも馬車馬のように働いてくるのじゃ。まあ、待って、私も一緒に。レイちゃんはピースとここで待ってて。いろいろ疲れたでしょ。そうしときなよ。今のうちにちょっと休んでて。尺だけど、ピースの言うことも一理あるから。そうだね、一理あるよ。素直に一理あるよ。わかりました。さあ。 二人はどう、どうなってるか心配かまあ、そうだね。あくまで押されてね、血玉まりになってもかもしんないからね。うん。まあ、あの二人も馬鹿ではないじゃろう。少し頭が冷えたり、冷えれば、あのように頭殺しにどうやったりせん。霊が心配する必要ないのじゃ。ピース。今、霊がするべきことは、二人に考える時間をあげることじゃろうよ。そうだね。 シバのバルセのことだもん。きっと大丈夫だよね。では、あの二人を信じておるのじゃな。うん、もちろん。シバとバルセはね、私の大切な友達なの。そこにおじいちゃんがいるんだよね。<laughs> <laughs> あの、大切な人はおじいちゃんなんだけどね、たら。<laughs> <laughs> 大切な友達なんだよね。<laughs> おじいちゃんは <laughs> 私ね。お父さんとお母さんもういないんだ。そうなのか。それがずっと寂しくて、辛くて。何度もお父さんとお母さんのとこに行きたいって思ってた。でもね、そんな時にできた友達があの二人なの。二人ともすごく優しくて、強くて、つ、つ、強い強いか <laughs> こんなシュワとバルチェのおかげで今の私があるんだよだからねえっとうまく言えないんだけどとにかくあの二人は本当にすごいのレイはあの二人が大好きなんじゃなうんだからもし私が二人の力になれるなら何かしてあげたいけどでもそれがきっとピースの言うように二人を信じて待つことなんだね うんむ。ピースは優しいね。そう思うかうん、思う。やっぱり平和の神様だよ。ピースレイ、何我は優しくなんぞない。え我の主はな、主飼い主さんい、いるんだ。 いたのか我のことを、とても大切にしてくれておった。いや、今でもとても大切に思ってくれておる。主はな、一人ぼっちなんじゃ。我は、主を主にさせたくはない。だから、会いに行こうと何度も思った。うん。でも、我が主に会いに行くと、 主が本当に会いたい人に会えなくなってしまうのじゃ。本当に会いたい人に会えなくなる。む、難しいね。うん、難しいね。そう、難しい話なのじゃ。だから、ピースの主は誰かってことだよね。我はどうしたらいいかわからないのじゃ。寂しがっている主のそばに行きたいのに。 言ってしまえば、主の本当の願いが叶わなくなってしまう。そうしたら、主は我を恨むじゃろうか。ピース。我は、自分の主のそばに行くのをためらうような白状なやつじゃ。だから、我は優しくなんじゃないのじゃ。ピース、それ違うよぬ 確かに寂しがってる飼い主さんを一人ぼっちにしておくのは良くないことかもしれないけど、でもそれはピースが飼い主さんのことを思っていることなんでしょだったらそれは全然白状なんかじゃないよ。というよりも、それが優しさなんじゃないかな。主も、そう思ってくれるじゃろうか。ピースの飼い主さんならきっとそう思ってると思うよ。ピースみたいに優しい飼い主さんなんだろうね。 うむ。とっても優しく、いい主じゃぞ。のう、レイ。なにもし我が、もし、え、我の主が、寂しくて悲しくて、どうしようもなく辛くて、助けを求めることがあったら、レイは助けてくれるかそんなの当たり前だよ。一緒に助けに行こう、ピース。レイ。ありがとうなのじゃ。 どういたしまして。さて、そろそろ二人の様子を見に行ってみるかの。ぼちぼち頭を冷えたじゃろ。うん。手分けして声をかけに行くとするか。レイ、お主はどちらの様子を見に行くのじゃあいここで、ね、まさかの選択肢だなえ、どっちでもいいんだよなどっちかによってルートが分岐するのかここで、ね、じゃあバルチェの方見に行こうかな、自分は。 バーツの様子を見に行ってみる。妖怪なのじゃ。では、わしはキバの様子でも見に行くのはシバやな <laughs>。シバだよ。キバそれとも、入れ替えっこするかと。あ、なるほどね。あ、でも、セーポイントになってくれるんだ。えー、どうなんだろうどういう感じになるんだろうちょっと分岐セーブ分岐あるかな早く私のところに来て <laughs>。 んやこれカット一緒だよって書いてある。カット一緒だよってんやねん <laughs> 雑な字やな。もっと丁寧に書きなよ。あ、バルツェ、よく無事でいたね。これが絵で、特に何も喋られるものはないね。バルツェ、迎えに来たよ。バルツェ、あまりこっち来ないで。え 今、結構情けない顔してるから。えっと、この辺なら大丈夫ちょっと遠いから寂しいけど。うん。マルチそんなこと言うのずるい。えー、はぁ、あ。じゃあ、隣来てくれるえ、でもさっき、お願いだから来て。は、はい。どっちなんだろう いいね二人で、隣り合うなんて。バルツェいてくれるだけでいいから。うん、うん。あんまり話したくないのかなうーん、どうしよう。あ、そうだ。あ、あのー、これは一人ごとなんだけど、え芝、最初はああ言ってたけど、 今は多分、バーちゃに感謝してると思う。うまく言えないんだけど、その、自分が辛い時とか、悩んでる時って、自分でもわかんないぐらい、頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃうから。だからそういう時に、誰かが自分を気にかけてくれるってすごく嬉しいんだ。私は、お母さんとお父さんが死んじゃった時にそうなったんだけど、 お母さんたちのとこに行きたいっておじいちゃんに言ったらすごく怒られちゃったあの時はどうして怒るんだろうって不思議だったんだけど今ならわかるのおじいちゃん私のことものすごく心配してくれてて私のことものすごく大切に思ってくれたから怒ってくれたんだってれいちゃんバあツがシバにあんなことを言ったのはシバが大切だからだよねそれはきっとシバには伝わってると思うよ あ、ひ、ひとりごとだからね。えー、<laughs> もう思いっきりさっきさ向いてたけどね。バルツの方向。一人りごとになってないよ。はいはい。ありがとう、れいちゃん。バルツ元気になったかなふぅ、<laughs> しばと話さないとね。このままの空気が今日、いつか窒息しそうだし。うん、ちゃんと仲直りしてね。仲直りって言われると、なんか幼稚な感じがして嫌だなぁ。 そうかなじゃあ、その仲直りするために勇気くれないうん、それはいいんだけど、何をするのこうするの。わバばう一回してみたかったんだよね。抱っこ <laughs> もうちょっと色気のある言い方して <laughs>。抱っこ。<laughs> 一応抱き上げてるんだけど、えっと、ごめんちゃんと意味、理解して謝ってる うん。<laughs> しょうがないね。わかるまでこのままだから。ええー、バーザー腕が折れちゃうよなんなわけないだろうそれに今、私ちょっと大きくなってるし。そういえば、今だと同い年ぐらい多分20歳ぐらいかな。確かあの時計5年後になるとか言ってたし。へえ。じゃあ本当に俺と同い年だね。え、そうなのそうだよ。 カフセル眠っている間もちゃんと年取ってたんだな、だけどね。そっか知らなかったうん。そういえばバルツェの年齢って聞いたことなかったような。そんなに俺に興味ないの <laughs> そうじゃなくって、バルツェがいくつでもバルツェはバルツェなの変わんないでしょだからあんまり気にしたことなかったなぁって。あれバルツェ もしかして怒っちゃったそういうところだよ、れいちゃん。えまだこのままどうしよっかな腕折れちゃうよ。だかられいちゃん持ち上げたくらいで折れないって。<laughs> ちゃんと元の姿に戻れるかなさあひどいバレち私は真剣なのに。俺にとって、れいちゃんがどんな姿だろうが関係ないからね。 れいちゃんがれいちゃんなのは変わんないでしょ言い返されたな。<laughs> バルツレれいちゃんがこのまま姿でも、俺の気持ちがいくつ先は一緒だしね。バルツありがとう。うん、全然分かってないね。<laughs> <laughs> さて。戻りますか。ま、あ俺もちょっと言い過ぎたし。拗ねてる芝を放っておくのもかわいそうだしね。勇気出た まだって言ったらもう一回さっきのさせてくれんのええー、冗談だよ <laughs>。よかった、いつものバルチェだ。バルチェと合流しました。さあ素直に戻れるんでしょうか素直に戻れるかな戻れそうだな。ああ文字見てる。おう、戻ったのじゃバルチェ。ごめん。え 俺が間違ってた自覚も、お前にや当たりした自覚もある。どうしてたとはいえ、その、悪かった。お、俺もなんていうか、お前の父親のことなのに、お前の気持ち考えないで結構ズバズバ言った気がする。その辺は俺も悪かった。ごめん。うむうむ、無事に仲直りなのじゃ。よかったね、芝生るツ レイちゃんんのおかげだよありがとううんうん、少しでも役に立ってたのでよかった。で、これからどうするのじゃ二人が仲直りしたこきで北の方が出られんのじゃ。腹立つ言い方。でも確かに言うとおりだ。道もこもうこれ以上ないみたいだし。おい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 ,おい,おいマジかよ。なんやかんやれいちゃんの姿もこのままだしね。時間が経ては戻ると思うんだけど。 なんじゃれいお主子供の姿に戻りたいのかそれは戻りたいよ。俺だって戻れんなら戻りてえよ。<laughs> え、うんうん。それはもちろん。なんじゃ、なんじゃ、そうじゃったのか。それならそうと早く言ってくれればよかったのじゃ。んちょ、ちょいとわた、我が戻してやるのじゃ。はピスお前。私のこと元に戻せんのな、なんじゃお主はどうかしたのか いや、なんで言わないわけっていうか、なんでこのタイミングで言うわけぬピース、レイちゃんはずっと元の姿に戻るか不安がってたんだぞ一緒にいて気づかなかったのか何そうであったのかす、すまなかったのじゃん、レイ。うん、うん、気にしないで。ピースのせいじゃないよ。でも本当に戻せるのうん。何せ我は神じゃからな。 そっか、神様ってやっぱりすごいんだね。れいちゃん、れいちゃん、なんでも神様だからで解決しないで。まったく、ほんともっと早く言ってくれれば。そんなこと言っておるしは二人、大人っぽくれ、なったれいを見て、何やら嬉しそうにしてたではないか。なあけ、消す。嘘じゃ嘘じゃ分かったから拳しまうのじゃ <laughs> それじゃあれい、元に戻すぞ。 うん、お願いします。星の二人もいいんじゃな。もういいから戻してくれ。というか、安全に戻せるんだろうな。よほほほほ。まあ、そこは任せておけ。ほ、ほ本当に戻ってるすごい <laughs> 失礼な当たり前じゃピース、本当にありがとうなんのこれしきぬのじゃ。よかったね、れいちゃん。うん。これであとは脱出するだけだね。 レイ、これをあげるのじゃ。これ何ガラス玉魔力石じゃ。お主から吸い取った魔力が宿っておる。このガラス玉に魔力が。そんな危ないものは捨てなさい本当にお主は捨てたやつじゃなでも、危険なものじゃないのかそれに宿っている魔力のせいでどっかに飛ばされそうになったわけだし。安心するのじゃ。これはいざという時、レイを守ってくれるものじゃ。私をうむ。 ま、あ本人の意志に反して、え、本人の意志に反応して威力を発揮するものじゃから、例が危険と思わない限りは頼むのガラス玉じゃがな。我の主の魔力を借りて作ったものじゃから、安心せよ。よくわからないけど、何かあった時にこのガラス玉が私を守ってくれるのそうじゃそうじゃ。一回血玉になるのを回避できるとかそっか、ありがとうピース。ま、あ危なくないならいいけどさ。 よし、それじゃあ、どっかに手がかりがないかもう一度探してみよう。うん。で、これで合流して再びだね。あー、幼くなってる。こうしてみると全然違うね。